皆様こんにちは。横浜シンフォニエッタバイオリン奏者の長岡さときです。横浜シンフォニエッタは今年で創立25周年を迎えるオーケストラで、実は私は25年前に当時大学の同級生だった指揮者山田和樹と一緒にオーケストラを作った創立メンバーでもあります。当時のオーケストラのメンバーは、今ではそれこそ世界中日本中で活躍していて、公演があるごとにみんなで集まって演奏するというスタイルをとっています。創立メンバーでなくても、我々の活動に賛同してくれる将来有望な若手や一線で活躍している中堅ベテランの奏者も加えて25年間、活動してきました。実は私は8年前に北海道に移住してきまして、キタラホールでも年に何度か演奏させていただいています。札幌が世界に誇る本当に素晴らしいホールだと思うんですけれども、そこへ自分の原点ともいえる横浜シンフォニエッタの一員として演奏ができるということは、もう私にとっては本当に奇跡ともいえるような本当に嬉しくて幸せで、光栄なことだなと思っています。さらに、今回の曲目ベートーベンの交響曲第7番があるんですけれども、これは1999年我々のオーケストラが公式デビューの際に演奏した曲です。またさらに2008年に横浜シンフォニエッタとして最初の定期演奏会を行ったんですけれども、そこでも演奏しています。いわば我々にとって節目節目の大事な演奏会で演奏してきた、すごく大切なレパートリーということになります。ということで、3月17日横浜シンフォニエッタの演奏会、それに私が特別な感情を持たないはずがないです。どうぞ皆様ご来場いただき、この感動を分かち合いたいと思っています。お待ちしています。